イスタンブール考古学博物館は、トルコイスタンブールのファーティヒ地区にある3つの考古学博物館の集合体であり、ギルハネ公園やトップカップ宮殿に近い。イスタンブール考古学博物館は、以下の3つの博物館から構成される。考古学博物館古代オリエント美術館、イスラム美術博物館世界史のほとんど全ての時代と文明にわたる100万点を超える作品を、 収蔵している。19世紀にオスマン帝国では、主導的な政治家の多くが、教育や旅行を通じて西洋化の思想にさらされたため、帝国の近代化を促進させることになった。オスマン帝国の主要な政治家の何人かが、パリのルーブル美術館に親しんだことにより、帝国博物館の建設の案が出た。スルターンのアブディルアズイズは百六十七年夏に、パリ、ロンドン、 ウィーンを訪問して、考古学博物館に深い印象を受け、同様の考古学博物館をイスタンブールに設立する命令を下した。教育省のもとに帝国博物館を設立する決定は1869年になされ、新たに館長が任命されたが、館長の辞任と予算の制約のために、博物館設立案は流れた。1872年、教育大臣、 アフメット・ベフィグ・パシャは再び博物館長を立て、ドイツの歴史学者、考古学者、小文字学者、画家のフィリップ・アントン・デイティアを雇用した。デイティアによる作品の収集は大成功し、博物館建設の案が注目を浴びた。1881年にデイティアが没したため、同年画家で、考古学者のオスマイ・ハムディベイが公認の館長に任命された。 本館の玄関に置かれたオスマンハムディベイの胸像と名湾博物館の位置はトップカップ宮殿の外庭にあたる。博物館ははじめ1891年に帝国博物館として直令によって創立した。最初のキュレーターで博物館の創立者はオスマンハムディベイだった。オスマン帝国の文化遺産を保護する直令は強制的であったため各州の総督は発見された。 工芸品を首都に送った。このようにして、博物館には膨大なコレクションを要するようになった。創立100周年の1991年に、欧州理事会の博物館賞を受賞し、特にその本館1階のホールの修復と他の館の新しい展示を評価された。本館の建設は1881年に、オスマンハムティベイによって開始され、1908年に、 現在のネオグレック様式になった。設計したのはアレクサンドル・バロリである。建物のファサードの設計はアレクサンドロス石棺と哀悼する女たちの石棺にヒントを得ている。イスタンブールの新古典主義建築の結出した建築物の一つである。古代オリエント博物館は1883年にオスマン・ハムディベイによって芸術学校として建設が依頼された。 その後、博物館に改められ、1935年に開館した。1963年に一般公開を中止し、内装の修復を行った後、1974年に再開した。地にリ巨宿は、1472年にスルターンのメフメト2世によって注文された。オスマン建築の民間建築物として、イスタンブールでは最も古いものの一つであり、 トップカップ宮殿の外庭の一部である。本館が完成して収蔵品が移される、以前の1875年から1891年に帝国博物館として使用されていた。1953年にトルコイスラム美術博物館として一般公開され、後にイスタンブール考古学博物館の一部になった。博物館の所蔵する古代美術品のうちで最も、 有名なものの一つに豪華な装飾を持つアレクサンドロス石棺があり、かつてはアレクサンドロス三世紀のために作られたと信じられていた。博物館にはトルコ、ヘレニズム、古代ローマの工芸品の大規模なコレクションがあり、その多くはかつてのオスマン帝国の広大なハンから集められたものである。博物館で展覧している最も傑出した工芸品には以下のものがある。 ありがとうございます。